だってゆらゆら揺れるなんか輪郭がつかみにくいもんだという感じがして、そこのまあ王者ですよね。でこれがその政治というか本当の富士山だと思うんですよ、うん、でこれをねその水の中の富士山から本物の方の富士山へこう手をかけるということをねやりそうな人だなと僕は思ってたんですよね、うん、だけどその思ってたけどもその本当にやったってことでね、僕はね、その多分僕よりも世間の方の方がびっくりされてると思うんですね。で、その本当にパッとこう腰を上げてしまった。その辺、ところがそこから出てくる廃棄物っていうのは大変なもう膨大な量なんですね。それが公害になってる。それをまあバイオの技術で牛の餌にし、で牛を多糖化にすることによって牛の糞とまたそのカスを一緒にしてですね、堆肥を作って、で土に戻してやると。そうするとね、今農薬問題あるいはあの消毒ですね、まあ、農薬からそれからまああの土自体にね体力を与えないで一日我々がなんですかビタミン剤だけ打ってね一日仕事するようなもんですね。ただそういう人はいますけどね。いますね。だから土自体に本当にね体力をつけてやらなければ、そのためには堆肥を入れなければ絶対ダメなんですね。でそれをやればサイクルしてですね尽きることがないと。変換するわけですね。そういう猪木さんのそういう部分と、それからブラジル